久保さん、募る思いは、人知れずですね。いや、僕もね、溜まってるものが多すぎて、ぼやき出すと、まあ、無限に喋れるんじゃないかな、みたいなね。まあ、いろいろありますよね。本当にある。まあ、さっきね、僕コンサルしてたんですけど、めちゃくちゃ良かった。あのね、レベルアップめっちゃしてて、ようやく僕の引き出しをね、こう、使えるようになって。まあ、その人も、やりましょうコンサルだったんですよ、最初。だけど、 で、途中でね、離脱して、まあ、休憩して。で、今年だったかな、入ってきて、もう一回復活していいですかつって、いいっすよ、つって。で、もうやり始めて、まあ、もう塾もしっかりもう販売もしたりとかして、全部して、100万売り上げ超えたかなで、で、売れました、みたいなね。で、もう今全部いろいろやってるんですよ。で、さっき言われたのが、吉田さん、またドリアカの講義見直しました。めっちゃいいっすね、みたいな。いや、やばいっすね、あれ。 いや、そうでしょみたいな話してたんですけど、要は、当時やってなかったとき聞いてたときは、全く理解できなかったけど、今やってるからピンポイントで、あ、そういうことかみたいな。で、価値を取れるようになって、もう一回全部見直しました。みたいなね。よかったです。みたいな。だから、やってない人が見ても多分ね、価値感じないんですよね。<laughs> そう、でもやってる人が見たら、あ、そう、ここなるほど、これ使えるな、とかね。あ、そういうことか、とかなると思うんですけど、やってないとわかんないですよね。うーん。 だらやらない、もちろんね、あの、僕は、まあ、その、リアルビジネスの場合は、きあの、事業計画とかね、絶対あった方がいいと思いますよ。だってお金かかるんだから。でも、情報ビジネスにおいては、ほとんどお金かかんないので、やりながらで僕はいいと思うんですよ。走りながらで。なぜならお金かかんないんで。うん、でも、走りながらできるビジネスなのに、走らなかったらいつ差つけるのって話で。 そうじゃないですか。<laughs> いつ差をつけるんだライバルと差をつけていかないといけないわけですから、少しでも早く、あのライバルより多く1歩、2歩、3歩行かないといけないわけですよ。だったらリスクがないのがネットビジネスなわけですから、しっかりと今日から始めて、今日から発信して、今日からやって、でやりながら問題点が出てきてそれを改善していく。で、いくら改善してもお金かかんないですよ。じゃあ店舗改善するってなったらどうすかね、久保さんのね、マージャン店をね、 改装するいくら金かかるんですかじゃあ、麻雀タグ全部ね、新品に取り替えるとかね、内装をきれいにする。もう、金めっちゃかかりますよ。何百万かかるんですかって話で。途中でね、デザイン変えるとかね。かマクドナルドも昔ね、あの、一気にその店舗の改革して、その内装全部変えたりとかして、多分めっちゃ金かかったと思いますよ、あれ。うん。でも、ネットビジネスって一円もかかんないんですかね、そんなのが。 だから、やりながら走りながらできる。だから、早く稼げるわけじゃないですか。早く稼げるのに、早く走り出さないで、どうやって早く稼ぐんだって話ですよね。いってらっしゃい。